再び逆転した日大藤沢は5回からエース立山をマウンドへ送ります。この後も1点を追加した日大藤沢、投げてはエース立山が5回以降ノーヒットピッチングで9回も2アウト。豊田西、松下で始まり松下で終わりました。日大藤沢初のベスト8進出です。